シャーを感じるタイミングとかはあったりはしない？いや、ないですね。本当にそのよう頑張ったみんなって感じですね。本当にその開幕してからもう不安でしかなかった。もうなんかこんなに短期間でショーケースいっぱいできるのか、テーマ変えて体ボロボロになんないのかなって思ってたんですけど、あの意外と早かったですね、この半年が、うん、もう本当にみんなこう助けてくれたというか、もう支え合ってチームがなったと思うので、むしろめちゃくちゃ感謝してます。もうめっちゃやりやすかったと思います。だけどその本当に監督っていう仕事としてはもうちょいこう勉強して、来年はこうもっと、うん、より良い監督になります。一個遠くから見れるようになったのかなっていうのがあって、まあ、それこそそのやっぱりこうみんなの意見をまとめてこうエイトロックスの一つの形にしたいんで、まあ、本当にこう一人一人どう思ってるとかの本当簡単なコミュニケーションだったり、まあ、そのスタイル的に、まあ、今こう集中したいんだろうなとか、まあ、今ここは逆にリラックスしてした方がいいんだろうなとかいう、そのなんだろう、みんな本当見るようになったなとは思います。僕はそれができたかどうかは本当に分かんない。でそこがこのちょっと不安というか、まあ、未熟なところだと思うんですけど、もっとなんだろうな、チームがうまく回っていくようになったらいいなっていう、その思ってることとかがみんな一つになって向かう先がみんなこう同じになればいいのかなっていう、自分の体の面で向き合い方だったりとかがその前と後で全然違うって、毎試合毎試合 100% 出たい、毎試合毎試合完璧な状態で出たいから毎回こうケアをするようになったら、自分でこうケアの方法、まあ、メンタルもそうだし体の部分もそうだしを見つけれるようになったのかなと。どう変わったか、各々の事情、うん、で順番に聞いていきたいなと思う、はい、まずはあや姉さん。あや姉、あや姉はもうこの DV 一番楽しんでたんじゃないですか、このチームメンバーの中で。なんかそのこういうなんだ D リーグみたいなこういう活動があやねにめっちゃ合ってるだろうなと思ってあの入れたんですけど、それがなんか見事にハマったなと思って、やっぱりもう最初から最後まで意見を言ってくれてたのもあやねだったし、その自分のやっぱスタイルだったり自分が思ってることっていうのを最後まで曲げなかったのはあやねやし、本当になんだ本当にあやねもチームをよくしよう、よくしよう、よくしようって、ね、このドキュメンタリー見てくれてる人も分かると思うんですけど、もうすごいやっぱりこう積極的にエイトロックスっていうチームにすごいこう情熱を注いでくれたなっていう風に、あとはもうなんだろうな、あやねがこのいろんな他のチームリーガーとかどうこう繋げてくれた部分もあるんで、そうですね、そこがチームにいてくれてすごいよかった。だからあやねはあやねのまましっかり D リーグを楽しんでくれたなっていうふうに思いました。大地ね、ちょっと後半の方で怪我しちゃって出なくなっちゃってきたんですけど、大地が東京上京してくるときにいろいろ相談を受けてて、いろんなどうするので、実際大地は何がやりたいんだって言ったときに、いや僕はやっぱりずっとブレイクダンスがやりたかったから、もうブレイクダンスでかましたいっていう相談を受けてて、じゃあお前ちゃんともうダンスでやるんだったらもう東京出てきてもいいし、全然一緒に住んだりして活動しようよっていう流れがあって、東京出てきて、でこう今このエイトロックスで活動することになったんですけど、ダンスで生きていくぞっていう覚悟がなんか見れて嬉しかったですね。それこそその今回怪我しちゃって悔しい、踊れないのが、早くみんなと踊りたいって言ってこう涙流したところも見たし、そういうところがこう言ってきたんですけど、まあやっぱり僕的にはこう太一はやっぱ 100% の太一が見たいなっていう思いがあるんで、今ちょっとお休みさせてしまってるんですけど、本人自体はやっぱこうB-boy なんで、やっぱりこうプライドもあるし、出たいっていう、俺を見てくれ、俺のムーブ見てくれっていうね気持ちもやっぱ強いんで、そこで B-boy としての成長は大地あったんじゃないかなと思って。ツーグーさんはもうマジで感謝しかなくて、一番最年長で、まあ、この 12回ちゃんと出てた人なんで、もう僕もやっぱりこうツーグーさんのそのスタイルだったりキャラクターだったり毎回頼ってて、バスケのやつとかも結構そのツーグーさん監修してくれたりとか、エイトロックスのこのパートは絶対ツーグーさんでしょっていうみんなが一つになるぐらい、このエイトロックスとしてもそのキャラを確立したところとか、なんかもう最年長なのに未だに成長するんかやめてくれって思うぐらい未だにこう引っ張ってもくれてるしっていうのもツーグーさんです。もう本当に感謝しかないので、てっちゃんとかもう鉄が一番あれじゃないですか、成長見えたと思いますね僕的に。
まあ、これまた僕が東京連れてきたんですけど、もともと僕てっちゃんのファンで、同い年の、あ、こんなかっこいい同い年少年やと思っとって、ちょいちょい SNS で連絡取り合っとって、で、いやもったいないよてっちゃんみたいな、ダンスやろうぜで、東京来ようみたいな、俺っち住もうって、まあ、タイチと同じこと言ってるんですけど、そのタイミングで、いや俺本当はダンスやりたいもっとみたいな、でだったら一緒にやろうよって言って東京呼んで、この活動が始まった時に、あ、てっちゃん入れたいなって本当にもう一発目に思って、でも本当に8ロックステッちゃんいてくれてよかったなっていう場面めちゃくちゃあって、本当にそれこそそのてっちゃんのキャラクターだったりとかスタイルだったりとかショーケースでの引き出し方だったり、そのフットワークとかも全部この8ロックスで知れたんで、てっちゃん自身もあ、こうやってソロ作ればいいんだとか、こうやって人前で踊るとこういうレスポンスが返ってくるんだとか、多分彼自身で知れたと思うので、そこがてっちゃんの成長だったんじゃないでしょうか。はい、ショーケーススキルめっちゃ高いんですよ、なおちゃん。びっくりした、これに関しては。もう、あ、練習で結構こう、あ、大丈夫かな、大丈夫かなって思ってた時期もあったんですけど、もう、ステージで立つなおちゃんを見たら、もう自信しかないというか、こう、マジでなおちゃんでよかったって思える時っていっぱいあって、今とかも積極的にいろんな技チャレンジとか、これやってみて、これやってみてって言って、分かりましたって言ってできちゃう天才やし、もう、なおちゃんもね、なんだろう、このショーケースの部分で、そのブレイキンの楽しさっていうのも分かったんじゃないかなっていうのもあって、そういうとこから成長できたんじゃないかなって思います。はるかちゃんもこのステージに立ったのは結構見つけないんですけど、怪我とかもあったりとか、まあそのタイミングもあったりとかで、でもその出てた3回の印象がめっちゃ強いんですよ。はるかちゃん出てたなっていう、はるかちゃん見たいよっていう声も、コメントで見てて多くてっていうぐらいインパクトを残せる子なんですよね。なんかで今実際チームでも、まあ、チーム怪我しちゃってて、でもチャンピオンシップに行くってなって曲最後に聴いて出たいよっていうのを聞けたいとか、その本当に8ロックスにこう情熱を注いでくれてる感じがまたさらに強くなって、で前々からもはるかはずっと僕と多分つぐさんとかにこういうルーティンやります見てくださいって言ってもめっちゃまとめてくれてたんですよ。そのルーティン集、8ロックスができそうなルーティン集を多分200個ぐらい多分送ってくれてるんですよ。もうファイルで2人用、3人用、全員全体用みたいな全部送ってくれてて、そんぐらいもうその私にできることはもうこれぐらいしかないんでとか言って、全然まだあるよはるかちゃん、可能性いっぱいあるからねって思ってるんですけど、本当にそんぐらい情熱届いてくれてたんで、もうありがとう、これも感謝しかないって感じです。いや、ゆいかはね、もうポテンシャルがそもそも高かったから、そのなんだろう、ショーケースにおいてもなんだろうな、なんかあんまり心配はなかったんですけど、それこそのルーティーンの面で第1試合目にやろうとしたルーティーンがあるんですけど、やっぱすごい怖かったと思うんです。ミスっちゃってそれで怪我しちゃったんですけど、それからすっごい怖かったと思うんです。絶対トラウマもあると思うんですけど、12試合目の、ラストの時に やっぱり出したいっていうみんなの気持ちが固まって、ゆいかいけるって言った時に、本当に行きたいです、やりますって言ってくれた、そのゆいか自身の強さっていうのが、もうこのずっと戦ってきてて、みんなをメンバー見てて、多分ゆいか自身もだいぶ強くなったと思うし、もうめちゃくちゃまだポテンシャル高くて可能性もあって、まだ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 だと思います。本当にゆいかは成長段階、全然まだ成長できる最年少のゆいかちゃんなんで、なんでこれからがまだまだ楽しみな B ガールだなっていうふうに思います。無茶しか言ってないですからね、僕たち結城に関しては。その無茶を毎回そのお、寄りますっていうこの涼しい顔で言えるのはやっぱ結城しかいない。この日本を探しても結城しかいないだろうなって思うし、第1試合目で、まあ、本当は出る予定だったんですけど、まあ、それもまた怪我で1試合目出れなくて、すっごい悔しい思いをしているのも見て、もう2試合目からの爆発力というか、結城がやっぱここでこうかますっていうのも、なんだろう、1個のやっぱ爆弾だと思うので、結城っていう、本当に核だと思うんですよ。プラス、あ、俺振り作りますとか、バンバンこうアイデアも言ってくれるんで。本当に感謝しかないです、うん、同い年でこの D リーグっていうものを誘った時にこうやってくれたことが嬉しくて、やっぱりこうバトルとかじゃなくなるし、まあ、D リーグっていう新しいものになるよってなって、で今はショーケースで俺はもうこれを振り切ってやりたいっていうのを言ってくれてるし、で今はもう本当に率先してこういうのやばいからやろう、こういうのやばいからやろうとか、
もうチャンピオンシップで時間ない中、もう量もすっごいこう構成考えてくれたりとか、多分僕の裏でこうみんなをまとめてくれてる感じもしてて、いろんな多分僕よりもコミュニケーション近くで取れてる、僕に言いづらいこととかもいろいろメンバーあると思うんですけど、それを両スピンに言ってくれたり、みんながそれをまなんかしっかりまとめて、こう思ってるんだよねとか、みんなこうやりたいんだぜみたいなことを本当にまとめてくれてるのが今量だと思うので、ずっとやってきてるんで、僕の中の信頼度がやっぱ一番高いかなって、うん、安心するだからやっぱチームでこう両スピンのこのなんだろうな、やる気とか気合とか、もうその思いとか、そのリーボーに対する姿勢だったりとかは僕自身が学んでますので、日々、はい、そんな感じです。 SP ダンサーにもそのなんだろう、当初は入れない予定だったというか、もう僕の中ではもうこの8ロックスのメンバーで戦おうかなと思ってたんですけど、そのやっぱ思うように点数が出なかったりとか、思うように順位が出なかったりとかして、やっぱこう流れを変えたいなっていう、その、まあ、シューバーさんの相談があったりとか、まあ、みんなもこうそろそろ入れたり方がいいんじゃないかなとかいろいろあって、でそのいざ10試合目11試合目どうだったかって、めっちゃ流れ変わった。もうそれはもうなんだろうな、 SP ダンサーってめっちゃプレッシャーだと思うんですよ、あの段階で10試合目11試合目っていう、もう俺のせいになっちゃうぐらいの多分プレッシャーがあったと思うんですね。それでもそのプレッシャーにもめちゃくちゃ勝ってくれたこのシューマンさんとレンとカクちゃんの活躍ぶり、もう僕らのモチベーションもガツンと上がったし、実際エイトロックスもチャンピオンシップ残れた、うん、はい、めっちゃすごいなと思います。なんだろうな、めちゃくちゃあったかいなっていうふうに思いますね。やっぱりそのそういったこう応援してくださってる皆さんの声とかで、あのなんだろう、支えになった、心の支えになった部分がめっちゃ本当にあって、あの見てますとか、もう本当応援してますとか、ストーリー実際毎回見てるし、僕も DM を見てて、本当にあったかい言葉をもらってて、エイトロックスしか勝たんとか、まさにで、このショーケース好きだったとか、なんでなんだろう、本当に同じ気持ちになってくれてたというか、同じ気持ちでこうへこんでたし、こう一緒の気持ちでおめでとうございますとか言ってくれたと、あの感じとかすごいあったかいなと思って、で本当にその皆さんの言葉で自分たちもめちゃくちゃ力になってたのもあるんで、本当に感謝しかないです。いつも温かいメッセージありがとうございます。本当にエイトロックスもまだ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 進化すると思うし、このブレイキンの可能性を広げれたと思うので、引き続き後世エイトロックスは可能性とヤバさとブレイキンの良さも全部全部全部伝えていきますので、応援よろしくお願いします。一戦でした。